みたいなね感じでやるのもいいのかなと思っています。あ、違う、来週はね、おいくんできないんだ来週はお休みです。いうのも、僕が所属している、NPO が参加している、総務省関東総合通信局の、関東 ICT 推進 NPO 連絡協議会という団体がありまして、そこの総会とかね、それからセミナーとかもあるので来週はちょっとお休みしますが、連休中も一応時間が取れればやろうかな。一応毎週火曜日の夜6時から8時半まで、18時から20時30分まで、YouTube、動画配信スタジオということで、この場を作っています。本当はライブ配信の方がいいのかな。これね、ちょっとずれるんだよね、なんかあのカメラ正面と、それからその横に、モニターがあるんですけど、そっちに目線を動かすと、もうすでに視線が違うんですよ。これが面白いですね。多分一人でこうやってブツブツ言ってるところは、傍から見るとすごいおかしな風景に見えるかもしれないんですが、こんなあの動画配信にも徐々に慣れていくと面白いのかなと思います。結構カメラの前でいきなり喋るというのもね、これちょっと練習が必要かなと思っています。それとあのカメラの前でこう次の段階でね、パッと鼻歌が歌えるっていうのがやっぱり才能というか練習ですよね。今ほらちょっと僕歌出そうかなと思っているけど戸惑っちゃうんです。こう喋ってる途中に、そういえばあのミーシアの歌あれいいよねっていうふうに言いながら、あのね、いつの間にか気づいたんだ、愛にもし形があって、なんていうのをね、パッとこう歌うのも結構大変なんですよやってみると分かります。本当に正面にカメラがいるんです、あるっていうかいるんです。でその向こうに皆さんがね見ていらっしゃるってことを感じながら、このカメラのレンズの向こうを見ながら喋ったりとかするんですけど、そんなこともこうトレーニングをしながらっていうのも一つのトレーニングの場です、ここも。から練習も含めて、あの上手にできること、下手くそなところ、NG もどきじゃないな、 NG だな、 NG そのものもあったりとかします。最近そういうね、人の YouTube、 特にあの YouTuber さんのなんていうのかな、成長物語というと大変失礼な言い方ではあるんですが、特にこう人気が出てきて今急上昇中のような YouTuber の方が、実は最初にの初期の頃にどんな動画をアップしてるかってことをこうずっとたどっていくんですね。そうすると結構こう試行錯誤というか、あの失敗もあったりとか、そんなこともやってるのみたいなものがあったりとか、そういうことを見ながら、あの僕も勉強させてもらったりとかしています。あるいはそう励ませてもらったりとか、でね、でね、急にタメ口になっちゃった。でね、多くの YouTuber さんがそうなんだそうですけど、やっぱり本当にこうチャンネル登録が稼げるようになって、再生時間も結構な時間ができるようになるまでには1年や2年はかかるそうです。で逆に1年2年こうやって継続して、動画を配信できるっていうことが、むしろその、本当にトレーニングというか力なんだろうなっていうふうに思っています。本当にね、これからこう好きなことを仕事にするっていうことが不可能じゃないっていうか、むしろ、好きなことを仕事にしていくことで、なんていうのかな、生活できるというか、収入が得られるという意味なんですけどね、そういったルートの道筋がインターネットを含めていろいろ出てきています。なのでその好きなことをどう見つけるかってことが大事だし、それをどう伸ばしていくかっていうのも大事だし、人と同じことではなくて人と違うこと、あるいは私だけにしかできないことっていうのを見つけていく、それも大事なことなのかなって思っていて、こういう動画配信のエクササイズをやりながらそんなものを見つけていけたらなと思っております。
というわけでとりあえずここまで録画をして、あと編集しますので、楽しみにっていうか、編集します。はい、いいかな、とりあえずこれまでやって、はい。